なんかガンダムの、おバージゃんの十周年のやつ。あ、うん、あれが十二月。十二月ですな。十二月ですね。出あの、えっと、セレクションの第三弾だね。うん、あの、結構前に、あの、投票があってね。うん、新規一体化投票と再録の投票があって。それの、まあ、最終弾っていうところになるんだけれど。ラインナップが。ラインナップがね、これ、やっぱ、何を隠そう。俺的には、だけど。 エルスクアンタなんですよまあ00の、ね、劇場版の本当に最後にう、ね、もう何秒か十秒出てないんじゃないかぐらい出た機体で、うん、まあやっぱあの、うん、グラデーションの、ね、はいはいはい、はいあの ある機体だからさやっぱプラキットで多分、うん、作るのは難しくてい、ね、ま、うん、だに HC にすらなってない今までの立体化でいうとロボット魂だけっていうところなんだけどもうん、やっぱみんなねやっぱ好きな人多いってところで、うん、投票もやっぱね、うん、あの順位高くて、うん、3段でようやくっていう感じだったのとか。うんうん ああとはまあガンダムタイプでいうとハイニューガンダムこれね当時あの当、ー、時刀身もさ、うん、潰れてるじゃないちょっと頭でかくてさ、うん、当時だと腕も反対とかでさ<ー>なかなかあのーうん 批判され批判というか、うん、あの品縮買った、うん、あのナンバーなんだけど、うん、これもでもやっぱ「ハイニューガンダム」人気でさ「サイ、うん、まあ、うん、バズーカを追加してからサイになったのと、うん、あとは、まあ、最後の「ガンダム」でいうとこれねサプライズでさ、うん、投票にはなかったんですよ、うん普通 エアリアリルが、ね、これはまあ嬉しい人が多いんじゃないかなと <laughs> いやう、ね、むしろこれがモチベーションになる可能性が非常に高いんう,あああうだね。うん、あのしかもさこのシールドの分離ギミックはい、はい、ちゃんとあってつけれるか、うん、まあ人によっては2個買い 2>,、えー、2個買ってまあライフルとシールド構えてる姿と、えーえー、まあ,あのアーマーにした姿ちょっとよこの全員はちょっとよく分かんないんだけどさすが、えーまあ、コンバージなんかまあやっぱりこうブランドの名に恥じぬラインナップと,、うん、ップとまあまあ デザインっていうだからエアリアルなんかはまあ今度あの通常弾でねサーベル装備なんか別に出てくれればさほら今回なあまあこ,ここだけでしか手に入んないってなっちゃったらやっぱ手に入んない人もこ,これから始まるまあ10月に始まるから12月2か月後か多分活躍してるだろうからさでも。 あの3周年の時のやつで終わっちゃって手に入んないなんてあると思うからまあ武器違いで出るんじゃない出てくれる通常弾でね出てくれれば嬉しいななんて思うけどそうですねそれ以外でラインナップでんかこう特筆すべき点がありますか特ですメタスとかいますけどメタスねメタスはねあのゼータ見たことないとさモビルワーカーかなって思う感じだた見た目なんだけどまあまあでかいよねこれでかいよね やっぱ戦闘用のモミルスーツじゃないからね,<う>ね著しい活躍するわけじゃないんだけどでもやっぱ重要機体 <うん S 1> まあずっと出てくるからね <うん S 1> ファーが乗るからねそうそうそうなってて <うん S 2> でそうもうメタスでこれまあそのメタスっていうとこで言うとさこれもともといセレクションの一段二段ってまあ6種類だったんだけど今回エアリアルで7種類なんですよともするとやっぱ1ボックスが10個だからさ あのまあ全部1個ずつあって、うん、残り3つがまあダブリ枠なるんだけど、うん、順当にいったらですよ、うん、エルスクアンター1個なわけないじゃない、うん、でしょエアリアルも1個じゃないでしょじゃ,、ね、じゃ残り別に何かさ1個ってなったら、うん、まあやっぱ。 キャラ人気で背入が、うん、あるいはボックスによってメタスが2個で配乳が1個とかねあ,<ー>、うん、あるいはザクとかね、うん、変則アソートなのかなとかって思ったりするけど、うん、でもやっぱどれもやっぱ何、ね、かさ厳しいじゃない、うん、1>, 1個だとさちょっと戦争なんて食玩の戦争なんて言われたりするけど争奪戦なんて言われたりするけどさ、うん、ちょっと厳しそうだよね。うん、この、えっと、ベルガギロスと、うんえ あとあれか黒い黒いベルグロスかいたりするんだけどこっちもこれは F90 だっけあとクロスボンだっけでもそっち系の話だよね確かねこっちだってねもう新規一体化入るぐらいだから待ち望んでる人はいるしとはいうもののここがやっぱ売れ残るだろうね知名度的な部分でねそうそうなおかつほら言うたらこれ 色違いだから確定1でしょ、うん、ハーフアソートみたいなもんだろうしボックスによって、まあ、ザクメタス配ーが2個とかなのかなって思えば、うん、なかなかね争奪戦激しくなりそうだな嫌な話だけどねうん、うん、あとは言えば、えー、値上げとかねああまあね、うん、もともと500円550円もともと本当のもともと500円で500円でえっ、ー、と今年からえっ、ー、といつだろうあれは セレクションの1弾かな、うん、バルバトスループスレックスとかあった、うん、あれから550だったんじゃないはいか、はいだからそう605円で買うみたいな感じ、うん、でまあ、2段もそれ同じだったんだけど今回まあさらにね上げあの仮面ライダーのコンバージがさモーションじゃなくて普通のコンバージョンの方がです、ね、そうそうそうあの550から590かな、うん、確か。 百超えないぐらい、ねうん、まあ値上げしたんだよ。うん、ガンダムもひょっとしたらそうなんのかなと思ったらさ六百越えて六百三十になっちゃってね、うん。六百三十続くことはまあ。 税込み700円うまあほ500円と700円じゃえらい違いでちょっとねちょっと違うよねえらい違いでやっぱほらコストもいえば今情勢大変だしなんだけどとはいえだよねとはいえ買う人は同じマインドで買いに来るからねまあまあまあそうそうそうコンビニ行ってさやっぱりさ500円のやつ だったらまあまあそうだね700円だと2個買えば14円、まあ、1400円,1400円ちょっとやっぱ心的負担みたいなのもね,ねあるしねなんか 2, 2個の値段でさ、うん、なんか前は3個買えたのにさ、うん、あ個数の話になってくるよね、うん、そうなんだよ今は1400円に2個しか買えないのかそうそうそうちょっとあの衝動とかもさやっぱ値上げってすごくしてるし、うん、まあもちろんその あの何ですかコストがそうだしって言えばもちろんそれまでだしあとバンダイはやっぱ結構あの今社員の給料を上げるみたいなさインフレに向けての向けてっていうかそういうの合わせてそうそうやってるからしかもほら言うたって娯楽だからね娯楽品だから娯楽品だから。 単純に痛いよねっていうのはまあそうですよね痛いよほんと社員さんは上がるけど給料上がるかもしれないけど我々関係ないですからね <laughs> 僕らには恩恵があんまりないっていうねむしろダメージの方が大きいという、ね、そうなんですよだから、あの本、ー、当、まあ賞味100円ですよ、うん、税込み600円が税込み693になるからもう本、ねまあ、100円ぐらいの値、ねうん、上げってところなんでやっぱねで みんな一個だけ買うわけじゃないからねそうなんですよ、うん、だってどう考えてるこのシリーズ見たら一個で済むわけがない、うん、済むわけないあれに合わせたいからこれも買おうとかそうでょうちょっと勢いでやっぱこれも買っちゃうとかってあるからねそうでういやそうですよねあの辛い核の冬ですようん。だってここだとこのラインナップの中でもお前最低二つは買うんでしょ いてみてエルスクアンだとエアリアルは絶対でしょ、うん、エアリアリルよりでも俺廃入ですよ廃入です,かで,すでもエアリアルも欲しいね、うん、そうなってくるのでもアニメやれば欲しくなるし買わなかったこと後悔するしそうえな,んならちょっとねあの取り付けギミックあるからさ、うん、何個いこっかななんて話にもなってくるし、ね、元からタダでさえ欲しいのにさこれがさ、うん、始まってみて面白かったりしてさそう,あそうそうそう 元からかっこいいからそうなんだよ、うん、初めから買おうって気になるしさ、うん、そうなるともう始まったらさ絶対買わなかったこと後悔するタイプだもん、ねこ,ね、これ面白いやっぱり欲しいとかさそそそでそさらにそれがさ <laughs> 人気出てしまえばさやっぱり欲しいってそ<う>やっぱり人気出たそうなの中古屋とかさ、あのーうん、あのオークションとかでもね高くなっちゃってねってなると思うんだよだからちょっとねそうちょっと欲しいねね他のも、ね、やっぱ、うん メタスなんかやっぱボリュームありそうだしさ、うん、まあでもあんまゼータの機体買ってないからねこれだけ買うのもちょっとなって感じで、うん、まあちょっとガンダムタイプ3機はまあ増すとかなああ他余裕があればって感じや,、ね、やっぱそうだね,うだね、まあ、この辺はやっぱりメーカーさんも見越してんじゃないでしょうか見越してると思うね、うんうん、やっぱり人,人気が集まるのはこの3機体だろうなそうそうだしまあ俺の場合がその3機なだけでさ他の人からしたらやっぱザクの再六なんか待っても見ないし、うん、メタスの立体化なんかもうんああそうかあのゼータイってさ 百百式ディジェとかっていればさ、うん、でマークツーがいれば、うん、じゃあア、ね、ーガマのあれとして。で、なるだろうしね。ねそう。